重力ポテンシャル。重力ポテンシャルとは、ニュートン力学において、重力による質量あたりの位置エネルギーである。すなわち、空間内の位置へ質点を動かす際に重力が、質点に行う質量あたりの仕事の符号を得たものに、等しい。静電ポテンシャルとの類推で、電化の役割を質量が果たす。通常は無限の遠方を重力ポテンシャルの基準点。 重力ポテンシャルは例となる点として選び、有限の距離では重力ポテンシャルは常に縁を取る。数学では重力ポテンシャル波とも呼ばれ、ポテンシャル論の研究において基本的である。重力ポテンシャルは質量あたりの位置エネルギー、ポテンシャルエネルギーである。重力ポテンシャルをファイとすれば、1R にある質点 M の位置エネルギー U は、となる。 位置エネルギーは基準点、通常は無限延点から空間内の与えられた位置へ物体を移動させる重力場によってなされる仕事の符号を変えたものに等しい。単位質量の質点に対してはその質点の位置エネルギーは重力ポテンシャルに等しい。ある状況下では場が位置によらないとしてこの関係式を単純化することができる。つまり日常的な状況である。 地表付近では重力加速度は定数であると考えることができる。この場合には、ある高さと別の高さでの位置エネルギーの差は高さの差と比例関係にあると禁じできて、となる。質量 M の点粒子から X 離れた位置の V は無限円点からその点への単位を移動させる重力場のなす仕事として定義される。すなわち、であり、ここに g は重力定数である。 ポテンシャルは MKS 単位系で単位質量ごとのエネルギー単位、つまり j キログラムである。関例により定義されている重力ポテンシャルは常に負であり、X が無限遠点へ近づくと重力ポテンシャルはゼロに近づく。このように重力側質量を持った物体の周りの空間の中での小さな物体の加速度であり、重力ポテンシャルの負の勾配である。 このようにして、負の勾配の負であるという性質は、質量を持った物体の方向への性の加速度であることを意味している。なぜならば、ポテンシャルは角度成分を持たず、その勾配は、である。ここに X は、小さな物体の質量点からの向きを持つ長さ、X のベクトルでり、フォーミュラ3は、小さな物体からの向きを持つ単位のベクトルである。したがって、 加速度の大きさからは逆事情の法則が従う。に伴うポテンシャルは、点質量のポテンシャルのスーパーポジションである。質量分布が、点質量の有限個の集まりであり、点質量が点、X、X の位置にあり、質量メートル、M であれば、点 X での質量分布のポテンシャルは、である。質量分布が3時もというクリット空間 R 上の、 質量速度デシメートルとして与えられると、ポテンシャルは G、R とデシメートルの畳み込みである。これは、積分に等しく、ここに X、R は点 X と R の間の距離である。R での質量を分布の密度を表現する関数ローが存在し、従って DV をユークリット空間の体積要素とするとき、となるときは、重力ポテンシャルはである。 V を連続の質量分プローからのポテンシャル関数とするとローはラプラス作用素デルタ使い再現することができる。この式は点粒子に対しローが連続で誘拐な領域の外側でゼロであれば成り立つ。一般に質量速度デシメートルはラプラス作用素をシュワルツ超関数の意味とすると同じ方法で再現される。結論として重力ポテンシャルは ポアソン方程式を満たす。矢を参照。急対象な質量分布は分布の外側にいる観察者からは質量の全体が中心に集まっているように振る舞うように見える。このようにを使ったものが有効理論としての転質量である。地球の表面上で加速度はいわゆる標準重力 G で近似値、秒速9.8メートルで与えられる。この近似値は 軽度と緯度により少し変わるが、加速度の大きさは、地球は平ただ増しているので、北極や南極で少し大きくなる。球体称な質量分布の中では、おとくことができる。半径 R で密度がローの均一な球体の中では、玉の内部の重力 G は、中心から距離 R に線形に変化し、重力ポテンシャルを与える。これは、となる。これに、 玉の外側のポテンシャル関数に接続されている。先頭の図を参照一般相対論では重力ポテンシャルが軽量テンソルに置き換わる。重力場が弱く、ソースが高速度に比して非常に遅く運動しているときは一般相対論はニュートン重力を再現し、軽量テンソルは重力ポテンシャルの拡張となっていると考えることもできる。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。